レオンディングは、オーストリアのオーバーエース・ターライヒ州リンツの南西に位置する都市である。人口は、約25,689人を数え、また24.05平方キロメートルの面積がある。北は、プヘナウとドナー川、西に、ビルヘリングとパッシング、南に、トラウン、東は、リンツと接している。リンツにごく近く、アルプスの美しい景色を眺めることができ。 そしてまた独自に多くのインフラストラクチャーを準備しなくても生活できることから上流社会階級を魅了している。便利な交通機関を利用することができることからローゼンバウアー、エブナー工業路社、ポロプラスト社、またはノイゾン社のような企業を引きつけている。加えてもう一つの主要な雇用主は、ウのショッピングセンターである。 1898年から1905年にかけて、アドルフ・ヒトラーは、レオンディングに住んでいた。ヒトラーはまず地元の小学校に通学し、その後、リンツ近郊のギムナジウムに通学した。ヒトラーの両親アロイスとクララの墓地がレオンディングにある。そこには、ヒトラーの弟エドムントも埋葬されていた。1938年にヒトラーは、両親の墓参りをした。 1903年、ヒトラーの父はレオンディングのバーでワインをグラスで飲んでいた時に死亡した。レオンディングは22の地域に分けられている。ありがとうございます。